さんはどんな家に住みたいですか？もしくはどんな場所で働き、どんな場所に出かけたいですか？おそらく人によって様々な答えが返ってくると思いますが、マイクラをやったことがある人なら一度はそんな理想の空間を自分の手で作れたらいいなと考えたことがあるはずです。そしてマイクラはそれができるゲームです。でもいざ建築するとなった時何から始めていいかわからなかったり、どうやって建築したらいいかわからなかったり、そもそも何を作ればいいのかわからなかったりする方も多くいらっしゃると思います。そこで今回は多くの方に楽に楽しく建築できるようになってもらうため、建築に必要な考え方と基本的な建築の仕方、そして初心者の方にありがちな誤解について解説していきます。このチャンネルではこのような建築のコツや建物の作り方の解説をしたり、実在する都市の再現をしたりしてます。チャンネル登録者数1万人を目指してるので、いいなと思っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。みなとみらい不動産。一つ目、建築センスがないの間違い。建築をしようとなった時、建築センスがないからできないという人が結構いると思うんですが、別に建築ってセンスが全てなわけではないんですね。センスがあると確かにクオリティをさらに上げることはできると思いますし、僕も建築が下手くそだった時期はセンスだけでどうにでもなると思ってたんですけど、実際センスってそこまで重要じゃないし、ほぼなくても建築はできるんですよね。ですがセンスの代わりに本当に必要なものが一つだけあります。それが何なのかを理解してもらうために簡単な建築のお題を出します。ここにカタカナの絵を描いてください。こうなった時ほとんどの人はそのくらいならできると思ったはずです。じゃあなぜ建築はうまくできなくてもカタカナの絵は描けるんでしょうか？それは皆さんがカタカナの絵を知ってたからです。建築でセンスよりも圧倒的に重要な要素、それは知識です。自分が今作ろうとしてるもののことをよく知ること、そのために調べたり観察したりすることがとても重要です。例えば僕ならいろんなビルの外観デザインを観察し、大まかな共通点を見つけることで、オリジナルのビルをいくつも作れるようになりました。ちなみにこのビルの作り方動画も出してるのでよければ見てみてください。今は Google Earth もあるし、調べれば大抵のものは出てきます。そしてその中から自分の好みの建物を探して参考にしてみたり、さらに気になった場合構造についても調べてみたりすることで、自然と自分が作りたいものが明確化していくとともに、それについて知ることもできます。そうこうしてるうちに建築の知識って自然とついていくので、建築センスがなくともどんどん建築ができるようになっていきます。誰だって知らないものは作れません。そして人は自分が思ってるよりも自分が作ろうとしてるもののことをよく知りません。一度自分で自分が作ろうとしてるもののことを調べたり観察したりし、どんな素材でできてるか、どんな形になってるか、どのくらいの大きさかなどをよく確認してみましょう。ファンタジー系など実在しない建築の場合、自分が作りたいジャンルの他の方の建築をよく見てみるのもありだと思います。二つ目、豆腐建築はダサいの誤解。皆さんは豆腐建築を作ってはいけないと思い込んでませんか？豆腐建築はダサい。そんなものは作ってはいけない。3歳の頃から親にそう教え込まれたという方も多いと思いますが、じゃあそもそも豆腐建築の何がダメなんでしょうか。一般的に豆腐建築と呼ばれるのはこれ、木でできた謎の四角。確かにかっこよくはないですね。これを見て多くの方が豆腐みたいな形だからダメなんだと思ったのではないでしょうか。実際豆腐建築を嫌い、四角い形を避けた建築をしようとして失敗している初心者の方も多くいると思います。でもこれこそがマイクラ史上最大の勘違いなんです。この豆腐みたいな形をほぼ崩さずにこのように組み替えてみます。こうするとダサい豆腐建築ではなく普通のガレージになりました。形状はほとんど同じなのに、これなら街中に全然ありそうな感じですよね。そう、豆腐建築がダサいと言われてしまう理由は、なんとその豆腐のような形状そのものではなく素材と形、作ってるものが合っていないからという、なんとも初見殺しな理由でした。つまり四角い形と木材という組み合わせが単純に生えづらいだけだったんですね。自分は建築が上手いと思い込んでいる人たちによって拡散されてしまったこの罠によって、建築を諦めてしまったマインクラフターがどれだけいることか、これはマイクラ史に残る虚偽情報だと思います。ちなみに豆腐建築しかできないと悩んでる方がいたら、一度 Google で建物、四角とかで検索してみてください。全員拍子抜けすると思いますよ。ここまでの説明でまだピンときてない方もいると思うので、次でいわゆる豆腐建築にならないようにするためのポイントをもう少し詳しく説明していきます。3つ目、こだわるべきポイントは一つだけ。建築を始めたばかりだと何をどうしていいのかわからない方が多くいると思うんですけど、どの建築にも一つだけめちゃくちゃ具体的に言えることがあります。それは絶対に色と形、そしてその組み合わせにこだわってほしいということです。全体的な形、特に上下左右のバランスとそれを作る色、素材、これにだけは絶対に手を抜かないでください。逆に言えばそれ以外は最初のうちはあんまり気にしなくていいです。よく細かい装飾が大事なんて言われるし、実際装飾はした方がいいのは確かなんですが、これは全然本質ではないし、装飾をあまりしなくても成立するような建築なんかもあります。とにかく色と形だけは絶対におかしくないよう気をつけてください。もっとわかりやすいよう独自の公式を作りました。これです。
素材かける形イコール建築。これどういうことかというと、例えばここの素材を木材にして形が四角ならあのいまいましい豆腐建築になってしまいます。じゃあこの素材の部分をコンクリートに変えるとどうでしょうか。なんとこれだけでいい感じのモダンハウスができてしまうんですね。建築が変な感じになると切って大抵かける素材と形がうまく合ってない時だと思うんですよね。なので形に合わせて素材を変えてみる、もしくは他の素材も足してみる、逆に素材に合わせて形を変えてみるか、もう少し複雑な形にしてみるなどして色と形が綺麗にまとまった時にいい建築が生まれます。作りたい建築から逆算して色と形を適切に選ぶと大きく外すことはかなり減ると思います。4つ目、建築は楽しむもの。そもそも大前提として建築って楽しむものであるべきだと思うんですね。誰かに見せて自慢するためのものでもなければ、これをやったらおかしいとか間違いみたいなものが明確に定められてるものでもないです。要は作って楽しければそれですでに勝ちなんですね。逆に建築することが苦痛で仕方ないという場合は無理に建築しなくてもいいと思うんですが、この動画を見てる人の多くは建築に多少なりとも興味がある方だと思います。じゃあどういう時に建築を楽しいと思えるのか、それはちゃんと自分が好きなものを作ってる時です。これ聞いて当たり前だろと思った方も多いと思うんですが、僕はこれ結構軽視されてる部分だと思ってるんですよね。マイクラを始めて最初の頃、みんなこぞって家を作ろうとすると思うんですけど、じゃあ家のことが好きな人ってそんなにいっぱいいるのかということです。拠点は確かに必要かもしれないですが、それって絶対に家の形をしてないとダメなんですかね。せっかくなんでも作れるゲームなんだから、わざわざ家の形にしなくてもいいと思うんですよね。例えばケーキの形の家とか、戦艦を拠点として使うとか、巨大なタワー型パソコンの中に部屋作って住んでみるとか、わざわざそんなに好きでもないものを作るよりその方が楽しいと思うんですよね。この好きなものを作るというのは実はクオリティにも直結する話で、最初の方に建築には知識が必要だということを話しましたが、好きなもののことなら最初からある程度の知識はあるし、それについてさらに詳しく調べることもあまり苦にならないはずです。そっちの方がいい建築を作れる可能性も高いし、単純に楽しいと思います。僕はただ本当に現代建築が好きだから現代建築をしてるだけで、別にマイクラではビルを作らなきゃいけないからビルを作ってるわけではないです。確かに建築という言葉は使いますが、だからといって建物しか作ってはいけないなんてルールはないんですよね。5つ目、モッドがないからできない。とにかく建築をしない言い訳を探してる人っていっぱいいるんですけど、その最たる例がモッドだからなぁだと思うんです。Twitter とかでよく見る、良い建築のコメント欄につく建築が上手いのは全部モッドのおかげだと思ってる人たちのことです。僕もこういうコメントいただいたことあるし、他の方の投稿についてるのも見かけたことあるんですけど、モッドは別に万能薬でもなんでもないんですよね。ブロックやオブジェクトを追加するモッドのことを言ってるならまだちょっとわかるんですけど、実際モッドだからなぁコメントがつく系の建築って大抵そういうのほぼ使ってない影モッドだけの建築の方が多いと思うんですよね。影モッドを万能薬だと思ってるのか、普通にモッドじゃないと気づいてないだけなのかはわからないんですけど、影モッドごときではどうにもならないですよ。あれはある程度クオリティの高い建築をさらに高クオリティにするものなので、元の建築のクオリティがゼロなら影があったとてゼロです。元の建築が実写みたいだから影モッドを使った時実写に見えるんですよね。ちなみによくあるこういう画像は影モッドではなくレンダリングです。よく Twitter とかで話題になる実写かマイクラか全くわからない画像ってありますけど、あれ本当にマイクラですからね。バニラのマイクラでそういうのが作れるんだということをまず知りましょう。僕は地面や屋上を後回しにして全然作ってないので、マイクラだと分かってもらいやすいと思うんですけど、普通にバニラのマイクラでこういうのって作れるんですよね。作れるっていうことさえ分かってれば変に可能性を閉ざしてしまうこともないと思うので、とりあえずモッドのせいにするのはやめて、ついでに統合板でもストラクチャーブロックがあるので、これでモッドを使った時と同じように建築ができることも知ってほしいです。ストラクチャーブロックの解説は多分右上のピロピロのやつから見れると思うので見てください。それから最近は RTX があるので、どうしても影がないと建築したくないという方はこれを使いましょう。最近は統合板の方が優遇されてたりするので、モッドを建築をしない言い訳にすることはもうできない時代になってます。統合板は統合板でモッドの代わりになるようなものがたくさんあるので、調べて使ってみましょう。6つ目、上達は試行錯誤の数で決まる。もしこれを見てる方で自分の建築のクオリティに納得できないとか、もしくは自分は建築が下手だと思っている方がいたら、過去の建築の何が良くなかったのか一度考えてみましょう。これ結構苦しいと思うんですけど、何事もちゃんと向き合って考えてみるって結構大事なんですよね。良くしたいと思わないと良くはなっていかないので、他の人の建築や現実にある建物などと比べてみて、どこがどう違うかとか、細部がどうなってるとか、最初の方に説明した調べたり観察したりするという作業を繰り返しましょう。そうやって自分なりに試行錯誤した回数だけ上達できます。その過程で見返したくもない変な建築を作ってしまうこともあると思うんですけど、多分みんなそうだったと思うし、僕もそういう期間が長かったので、別に恥ずべきことでもないと思います。自分の建築に納得できるまでこれを繰り返していくことが上達の近道ですね。7
7つ目、他人から突っ込まれるのが怖い。周りの人や SNS のいきなりやってきてはタメ口で建築の文句だけ言って帰っていくテロアカウントみたいなのに怯えまくって自分の本気の建築を作ることを恐れてしまってる人って結構いると思うんですよね。自我を出すことを恐れて無難で誰にも突っ込まれない安泰な正解を探そうとしてるみたいなイメージです。僕も昔結構こんな感じだったので気持ちはすごいわかるんですけど、これ当然気にする必要は一切なくて、なぜかというとイチャモンつけてくる人は確実に自分より格下だからです。これ人としてレベルが低いとかはもちろんそうなんですけど、そういう意味ではなくて自分より建築が下手な人しかそういうコメントはしないという意味です。僕も YouTube なんかやってるのでそういう変なコメントとかたまに来るんですけど、そのうちの7割は多分建築すらろくにしたことないんだろうなってくらい的外れなこと言ってるんですよね。コメントの感じで建築する人の考え方じゃないなって大体わかります。最初は自分の建築に自信が持てないと思うのでそういうコメントが正しいような気がしてしまうと思うんですけど、ここで来るコメントで言ってることが正しかった試しがないので基本相手が間違ってると思って大丈夫です。そもそも建築上手い人はどんどん自分より下手な建築への興味がなくなっていくと思うんですよね。なぜなら自分の建築のクオリティを上げることにしか興味がないからです。なので自分より下手な建築をバカにすることなんかに興味がないし、逆に自分より上手い建築があれば画像拡大しまくってそこから自分の建築にも応用できる技術がないか数十分くらい探してたりするんですよね。そういう理由で本当にあなたより建築が上手くて本当にあなたより建築に詳しい人はあなたの建築をわざわざ咎めに来たりはしません。わざわざ文句を言いに来るのはあなたより建築が下手か建築をしたことすらない人です。感情の面で気にしてしまうのは仕方ないとしても、こういうコメントは普通に正しくないのでそういうコメントの言う通りにしない方がいい場合がほとんどです。そういうコメントに怯えまくったりそういうコメントの言う通りにしてしまった結果、誰が見ても普通みたいな表現しかできなくなり、自分の建築のクオリティを上げるチャンスを失ってたりするんですよね。これ結局損してるの自分だけなんですよ。そんなんどう考えても嫌じゃないですか。だから自分のためにそういう格下の人たちの言うことは全て無視した方がいいと思います。確実にその人よりあなたの方が建築が上手いからです。ちなみに残りの3割の方は明らかな嫉妬とかそういうやつですね。8つ目、建築に正解はない。初心者の方が建築できない理由をこのチャンネルに来るコメントなどを参考にしながら僕なりに考えてみたんですけど、どういう建築が正解かを考えてしまっているからではないかと思いました。結論、建築に正解はなくて、作る人や用途、目的などによって表現方法が全然違うことがあります。もちろんどれも正解なので何でもいいということですね。例えば航空障害灯っていう夜間ビルの高層階でチカチカ光ってる赤いライトがあるんですけど、僕はそれを大きく分けて3種類くらい使い分けてるんですよね。つまり僕の中ですら航空障害灯の正解が最低3つ以上あるということです。この場合多くの人は一番右を正解ということに従ると思うんですけど、そういうことじゃないんですよね。遠景用、近景用、昼間用、テクスチャが使えない時用などいろいろあって、一つのものでもその時々で作り分けることがあります。もちろん人によって表現の違いや微妙な色の解釈の違いなどもあるので、そう考えるとどう作るのが正しいかなんて考えるだけ無駄なんですよね。さっき説明した他人の建築をやたら批評したがる人たちも建築を正解不正解で考えてしまってる人に多いように感じてます。正解があると思ってるからそこから外れたものを不正解だと思ってしまうんでしょうね。もう一つ例を挙げると、マイクラで車というと初心者の方がイメージするのはこういうタイプの建築だと思うんですが、僕のワールドで採用してるのはこういうやつです。なんで右のを採用しなかったのか疑問に思ってる方も多いと思うんですけど、これは縮尺の問題ですね。僕のワールドは縮尺1分の1で建築してるので、よく見る方の建築だと大きすぎるんですよね。現実世界と見比べたらハマーですらコンパクトカーに見えると思います。これってマジでそのくらい大きいんですよね。なので自分の縮尺に合わせて、かつ自分の理想を限界まで詰め込んだ結果こうなりました。これはこれでカクカクすぎるっていうデメリットはあるんですが、僕はどうしても車ではなくプリウスがある街が作りたかったのでマップアートを使用しています。いい感じの自動車モッドがあればいいんですけど、バージョンが違ったり欲しい車種がなかったりするので、今のところはこれが僕のワールドでの最適解ですね。そんな感じで作る人や用途目的などによって同じものでも全然違う作り方をすることがあります。そのくらい違ってもいいということですね。他の人の建築で納得できる表現があるならそこから自分なりに派生させてみてもいいし、他の人の表現方法に納得できないならオリジナルで作ってみるのもありです。おかしいと思ったなら自分が納得できる形に作り変えていいし、そうやってどんどん自分好みの建築に近づけて改良していきましょう。建築にあるのは正解ではなく、その場における自分なりの最適解のみ。とにかくそれを追求していきましょう。もしこれを聞いてる方でまだ建築したことないという方がいたら、まずは何か一つ作ってみてください。何事もやってみないとわからないことってあるので、前に進んでみて初めて目の前にある壁がどんなものか気づいたという場合もあると思います。そんな時もう一回この動画を見てみてください。その時ようやく僕が言ってることの意味が分かってもらえると思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。